福本学士は、日本のラジオを中心に活動する放送作家。大阪府出身。大型。通称、福本っー。平成元年、シナリオの学校に入学する。近畿大学在学中、演芸場に出入りしており、芸人の増田岡田のブレーンであった。また、大阪のテレビ局で番組制作に関わるようになる。状況後、増田岡田から、 TBS のディレクターを紹介され、東京でラジオの構成作家として活動を始める。2018年、乃木坂46のきっかけの歌詞に背中を押されて会社を設立する。ラジオで初めてハガキを読んでもらったのが MBS ヤングタウン。当時のパーソナリティは北野誠。大学時代、実家の近くのコンビニでコピー雑誌を作っていた。 その内容は、競馬新聞風に大学のゼミの希望者人数予想をしたり、先生別レポートの傾向と対策であった。ネタ探しのモットーは、いろんな人と喋ること、教わったものはとりあえず試すことである。ラジオ収録では、自分の声が入らないように心がけている。その理由は、自分の声があまり好きではないためと、女性がトークを務める番組を担当する場合が多く、 そのトークに男の笑い声が入ることに疑問を感じているからである。気分転換は食べることである。現在過去。ありがとうございます。